情報をインターネットで手探りに発信、チャミティ美子会の牛倉屋敷チャミオです。どうぞよろしくお願いいたします。そして、はい、皆さんおかえりなさい、筑波 FC 広報のトミーです。よろしくお願いいたします。平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャミティ美、本日もエスカードクラブ特設スタジオから、まあ、皆様にウキウキハッピーな情報をお届けするべく、毎週ね水曜日は私チャミとトミーでお届けしておりますので、早速ご紹介していきたいと思うんですけども、今日はね、あっちいいことある、うん、言えないけど生まれました。え、ついにママに、ママになりました。ちゃんママ2世、2世になった。おー、さっき生まれたら何段でしたか。いや、あんだんでしたか。さすがですね。はい、ちょっとポンと何も滞りなく生まれました。なるほど、じゃあいいですね。今日だってあれさ、月食してるから、皆既月食だって。今ねちょっとね、Sカードで写真撮ったよ。ああ撮った、すごいよね。牛久駅のさ、あの駅の上からかけてくんですよ。そう、しかもさ、フラッシュ描くと月が全部見えるの、なんでだろうね。あ、そうなの。お、お、すごい。いや、あんまわかんない。まん丸だね。まん丸だね。写真には収められないのかな。皆さん多分今頃見上げてんじゃないですか。あのぜひ、チャミティビ見ながら。はい。そうだ、そうですね。スマホ見ながら、うん、こうやってやればいいの。はい。今日ね、はい、CPU 重いね。おっと。なんか。めでたいからだね。めでたいからかな。はい、うん、何か。切れそうな気がするな。おっとおっとおっと。最近ちょっと切れるタイミングあるよね。3回ぐらい切れるんですよ。ほうほう。まあでもね、気を取り直して。はい。トミーは？はい。僕はですね、じゃん。タイフーンマントミー、それはどこかの歌姫と同じかな、やっぱり、うん、いやでも、うん、先週の日曜日に我々は稲刈りだったんですよ。はいはい、稲刈りで台風接近に伴い中止、うん、で中止をした延期か、うん、延期にして来週、つまり今週の日曜日に、うんうん、稲刈りをする予定なんですけど、うんうん、またしても台風が来ている。でちょっと気になるのが、うん、三ヶ中もしかしたらつくばで、うん、今週の日曜日なんか日曜日だった、あ月曜日か、じゃあ大丈夫かな日曜日は。ミカチュウはね、え、ミカチュウこれ日曜日にライブだったら月曜日ですね、じゃあ大丈夫かな。いや日曜日どうですかね、どうですかね、という、はいはいはい、そんな感じでございますけどね、はい、歌舞伎んどうさん、おかえりなさい、おかえりなさい、ちゃんみおとみ職場はナウでございます、うん、月が欠けてきたんじゃ、うん、天平地位じゃ、あ確かに変わっちゃうのかな。いや変わんない、そんな大したことじゃないです。おかえりなさい、おかえりなさい。あんまり、あんまりまだわからない、凄さが、うん、まあ、この先いつ見れるか、見られるかっていうのも気になるところですけど、何年ぶりなの。3年ぶり、じゃあついこの間じゃん。ついこの間だけど、今後いつ見れるかちょっとね、僕はリサーチしてないので、もしかしたら僕らがね、おじいちゃんおばあちゃんになるまで。いやいや、それはない、それはない、あ、大丈夫、牛田大仏さんのご子息がいてるので間違いないです。まあ、どうでしょうかね。まあそんなコーナーで早速、はい、続いてのコーナー行きましょうね。続いてのコーナーはこちらですね。あ、例のやつ、そう、じゃーん、みよじゃん、あ、じゃん。はい、チャミまとめニュースね。〇〇をうちの〇〇でトイレさせる画期的な方法がということなんですけれども、なんだかわかる。〇〇を家の〇〇で、猫を家のお風呂で、うん、お風呂じゃね、庭でトイレさせる方法、うん、すごい近いですね。あ、近いんだ。え、じゃあ正解の写真こちら。はい、おおうわー、マジだ、わかった、すご、我が家の猫を、はい、お家の便器でトイレさせる画期的な方法が話題になってるってことで、見た、見たよ、画期的ですね。そうね、これは普通の以上わかんないけど、はい、こんな感じでね、はい、あ、いいね、収まってますね、ちゃんと。一体どういうことなんだっていう感じだと思うんですけども、はい、あのね、トイレでしっかりとね、猫、あの猫だって、あのトイレでしっかりお手洗いをする猫が話題になってる。で、まあ、はい、トイレということであれば、はい、うちの猫ちゃんもちゃんとトイレでするぞという過程もあるのかもしれませんが、はい、こちらの今にゃんこちゃんはどうやらトイレはトイレでも人間用のトイレということでね、人間用のトイレでトイレをしてしまう。ね、え、トイレをするっていうの、はい、トイレをするっていう、お手洗 お手洗いするって言わない、お手洗いに、はい、トイレするって日本語あるのかな。あ、まあいいや、そんで、はいはい、まあ、超お利口さんの猫ですよ、はい、ということなんですけれども、はいはい、これね、はい、
その便器でお手洗いする方法っていうのが映像でね、あるんですか。あるんですけど、あのやっぱ YouTube に載ってるのでチャメ TV で流すのはちょっと良くないと思うんで、あのぜひですね皆さんこちらのまとめニュース、そう、あのね横にある YouTube のアドレスちょっとアクセスしていただいて、どうやってにゃんこちゃんをあのお手洗いさせるのか、なんかね猫用のトイレキットっていうのが発売されていて、その名もリトルクイッターということで、まあ、便器のような形をした猫用のトイレにキットを装着してて、なんか最初はね、この便器に大きめの、小さめの穴がある蓋を入れて、で砂をやっていくんだけど、どんどんそれがね、その幅が狭まってくる、狭まってくるっていうか、だから穴が大きくなってくるってことだよね、もうだから最初はにゃんこちゃんもこう慎重にやってたものがどんどん慣れていくと、普通のお手洗いでもこのようにお手洗いすっごい収まるということでね、訓練中のにゃんこちゃんこんな感じですね、ほら分かる、この器みたいなので砂を置いて最初はこうやってお手洗いしていくんですけども、どんどんこの蓋が変わっていくわけです。最初この赤いね二重になってるところがなくなって穴になってくるんですか、わかんないね、わかんない、そう、映像見てください、私見たのにちょっとうまく説明できないですけども、という猫がこの写真がもう全てを物語っていますね、すごいでしょ、でもね、最初は砂でね、用を足していた猫も次第に人間同様に水でのお手洗いになれると水に流すトイレって、生き物にとってはやはり抵抗があるのでしょうかっていうね、ライターさんの声がありますけども、どうなんですかね。ね、まあでも このにゃんこちゃんは見た時は大したもんだなと、かわいすぎだよねこれどこ見てるか気になりますけど、ご主人さんも見てるんでしょうかね、まあ、本当落ち着いた感じですね、っていう感じでしたけどコメント届いてそうですね、はい、たかちゃん、おかえりなさい、はい、おかえりなさい、サミオトミお疲れ、今日は残業1時間、これからさぬきから電車で帰るよ、はい、気をつけて帰ってきてください、歌舞伎堂さん、3連休はスローマーケットなんじゃ、おっと皆さん重なってますね、これ第8回目のスローマーケットですね、なるほど、これは、でもじゃあつくばに行くと面白いね、僕は稲刈りしてるし、歌舞伎堂さんスローマーケットだし、ミカチューラーメンでしょ、ラーメンじゃ、ライブですね、と斉藤さんですね、斉藤さん、おかえりなさーい、ただいま東の空に欠けてる月が、北の空には国際宇宙ステーションが見えています、本当に、あれでしょ、国際宇宙ステーションあの方が船長やったやつでしょ、国際宇宙ステーションで、それですか、はい、わかんないです、スマホじゃ見えないでしょ、見えないですけど、でもやっぱり歴史的なあれなんです、いや、そうですね、はい、ということで以上、ちゃんみおまとめニュースでした、終わっちゃうの、はい、終わっちゃうんですけどね、はい、ということで、まあ、今日もね、ウキウキハッピーでお届けしております、チャンネル TV でございますけど、まあ、続いてのね、コーナーに行ってみたいと思いますが、その前に、一旦提供紹介、チャンみお TV は旬の台所、レンコン屋様、旬の台所、シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、牛久駅前活発化実行委員会様の提供でお送りしております。はいはい、ということで続いてのコーナー、牛乳です。10月の8日の水曜日、大安いい日ですね、2014年10月の8日、はい、大安、忘れられませんね、もう忘れられない日ですけれども、はい、じゃあ早速ですね一つ目の牛乳から参りましょう、こちらに広報牛久さんに掲載されている、牛久市の中学生の模擬議会の様子をですね、チャミュー TV でも取材しておりましたし、何度かご紹介してるんですけど、広報牛久にね、どんなあの子供たちが質問をして、それに対して市長がどんな答弁をしたのか、そしてそれを受けて、子供たちがどんな感想を抱いたのかっていうのをですね、あのだいぶ抜粋されてるんですけども、紹介してありますので、まずですね、
あ、前回昨日ね、昨日はもう3つほど紹介させていただいたんですけど、うん、その続きをしたいと思います、はいはい、まずね税金についてということで牛久三中の生徒さんがですね、はいはい、あの質問をしました、はい、小中学校の教育環境の充実等の詳細を教えてくださいと、うん、まあね充実ね、そうどんな風に税金使われるのか気になりますかね。で私たちっていうか子供たちとしてはやっぱり中学生なので、はい、中学生の施設、うん、どんな風に、ね、なっていくのかとか気になりますよね。でですね、はい、牛久市では子育て教育日本一を掲げていて、はい、学校建設や校舎の耐震補強、そして老朽化した施設の大規模改修、各教室へのエアコン設置や、はい、学校施設の維持のために平成16年以降の10年間で約111億円の予算を使い、はい、教育環境の充実に取り組んできました、はあ、でね、それを受けて、牛久さん中の生徒さん、市役所では財政負担を減らすために努力していることが伝わってきました、うん、これからは私も税金の使い道に興味や関心を持ち、市がね、さらに良くなるように貢献したいと思いますということで、まあ、その税金をどういうふうに使ってますよっていうのを、はい、まずお話しした上で学校はこういうことをやってるんですよっていうふうにね、うん、再答弁したと、うん、でその部分がちょっとねバババとこれだけ短い形で ね表現されているんですけれども、うん、いやこうね素晴らしいよ、素晴らしいね、まあ、質問をすることがそうだね、しその興味を持つっていうとね、まあ、今実際さ子供たちって自分たちは税金払ってるっていうのはないじゃん、まあ消費税だけだろうね、うん、でもそれが将来大人になる子たちで、うん、子供の頃からこうやって税金って使われてるんだって知ってると、うん、これは将来の牛久のためにもなります、ね、なりますよ、はい、そうですよ、はいはい、じゃあ、はいはいはい、いきますか、はい、はいはい、斉藤さん国際宇宙ステーション今見えなくなりました、移動速度が速いのです。すごい、何で見てるんですか望遠鏡、そうだよね、天体望遠鏡ですかね。裸眼で見えるんですか、どうなんですかね、ちょっと気になります。じゃあ続いてですね、続いての質問は、牛久三中の生徒さん、はい、高齢化対策についてということで質問してます、はい、介護を必要とする認知症高齢者にどのような対策をしていますかと、うん、ね、鋭い質問ですよね。いや大事です、はい、でね、こちらに関して答弁、小学校区ごとに地区社協を設立するとともに、うん、グループホームや特別養護老人ホームなど地域のバランスを考慮しながら介護施設の整備も進めていますと、うん、牛久市は小学校区を基準とした、小さい地域での行政運営に力を注ぎ、うん、超高齢化に対応しようとしていますというようなね、答弁を受けて、さらに、牛久三中の生徒さんは、牛久市では4人に1人が高齢者となっていて、介護の認定を受けている高齢者のうち58% が認知症の症状が見られると聞き、とても驚きましたと。トミーも驚いてたけどね。そうだね、4人に1人でしょ、はい、ここ今4人いるから、まあ1人が高齢者の可能性があるってこと、なんとも言えませんけど多分いないですけどね。いやいや、ないですけど、まあでも数字上そうなんだと、うん、牛天大仏さんは何歳なんですかね、うん、気になりますね、まあ、多分だいぶ生きてますよね。そうですよね、3桁でも高齢者ですね生まれらしい、はい、ということでね、はい、じゃあ次いきますね、はい、続いてです、こちらはね、牛久市の今後の農業についてということで、牛久南中の生徒さんがですね、はいはい、質問しています、はい、あれ、牛久二中の子どこ行っちゃったんだろう。まあいいや、うん、今後の農業についてで、牛久南中の生徒さんが TPP で関税が、撤廃された時に備えてどのような対策を考えていますか。なるほど。でね、牛久市内の農家には外国産農産物に負けないような安全で美味しい、安心で美味しい農産物の、生産に取り組んでいただき、地産地消を今以上に進めていきたいと考えていて、はい、牛久市では平成22年からスローシティ、スローフードの街づくりに取り組んでいます、はい、っていうね、答弁を受けて、はい、関税撤廃時の、問題は撤廃時の問題は中学生と深く関係していて、うん、今後の日本、そして牛久の農業は私たちの世代次第などではないかと感じました。いや、頼もしい。素晴らしいでしょ。え、じゃない農家、まあそっか、おじいちゃんが農家だったりする可能性もあるからね。そうでね、そしたら将来自分たちがそうになっていくとでね、うん、こちらのね、うん、牛久南中の生徒さんは、うん、まあ、お父様がやっぱりその農業関係の仕事に疲れていて、やっぱそうで、それで自分もやっぱり農業に携わっていきたいっていうことをね、言っていて、詳しくはチャームTVのね、インタビューを見ていただきたいんですけど、はいはいはい、でもね、感激しました。いいですね、はい、
ということなんですね。はい、じゃあ次いきますかね、はい、まだ行っても大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、はい、続いてですね、はい、2つ目の侵入、市民体育祭に行こうということで、はい、10月の12日ですね、はい、こちらね、牛久市の市民運動会、市民体育祭っていうのが開催されます、はい。でね、3つほどね、地区に分かれて、牛久を3つの地域に分かれて、うん、それぞれで、まあ、運動会というか体育祭を行うんですけども、はい、まず1つ目がね、これテロップないんですいません、はい、岡田地区のスポーツ交流会体育祭、こちらも10月12日ですよ、うん、全部日程は同じ日にちは一緒で、時間が8時から17時で、開催場所が牛久の運動公園の多目的広場です、はいはい。でね、続いてが牛久地区、こちらは牛久のね、運動公園、上中にある方です。牛久運動公園、上中の方の牛久運動公園、はい、で、こちらは7時から16時30分まで、7時からですかね。早いですね。早いです、1時間早いです、ね、はい。でね、続いてが、奥野地区、はい、それも同じ日ですけども、はい、これはね、7時から17時まで、うん、わかります？7時から16時30分があって、7時から17時があって7時から17時16時30分で、だから奥の地区がね、一番長いんですよなんで人数多いんじゃないちょっとわかんないですけど、まあね、奥の運動公園で、はい、運動広場で行われます、はい、奥のね、市民体育祭は、まあ、若干ちょっとね、台風が気になりますよね。まあでも、はい、頑張って運動していきたいですね。見てみたいな。よろしくお願いしますということでございます、はい。じゃあ続いていきますかね、はい。続いては、3つ目、はい、第7回牛久未来エコフェスタについてなんですけども、はいはい、こちらね、じゃじゃん、はい、10月19日の日曜日、はい、午前10時から午後3時までですね、牛久運動公園、こちら下根の方ですね、牛久運動公園で開催されますと。主催は牛久未来エコフェスタの実行委員会さん、はい。でね、10月の14日はチャンメ TV に担当者さんが、実行委員さんが出演してくださるということなので、皆さん大注目していてくださいというですね、そんな、牛乳でございます、はい。でね、はい、実はほうほう、まだね、あるんですけど、うん、コメント来てますね、はい。斉藤さん、はい、国際宇宙ステーションは肉眼で見ることができますよ。お、星のように小さい点が一定の速さで動いています。今度ぜひお試しを。じゃあ流れ星と区別つかないってことですか。あー、そういうことか。でも待てよ、消えるわけじゃないから。そうでしょう。どうなんですかね、気になりますね。あっち、あ、そうか、はい。ということで続いてね、あのね、うん、チャンミュー TV で、うん、あのね、バイオマス隊長という方が、湯山さん、そうです、じゃーん。でね、バイオマス隊長が、言ってたんですけど、あのからいただいたレポートをちょっとご紹介したいんですけど、はいはい、本日ですね、はい、10月の8日の午前中に、はい、農研機構さん主催のシンポジウム、はい、中山間地の農地保全と担い手確保に向けた耕作放棄地活用技術の導入促進の現地の見学会というのが、はい、牛久市内で開催されたんです。今日ですか。そうです、全国から集まった約70名の方が、はい、まずクリーンセンターに集合して、うん、牛久市の担当者から、耕作放棄地解消に向けての取り組みについての説明を受けたと、はい。で続いてね、イオンの牛久農園を通って、はい、イオンさん牛久農園というのがありますかね、を通って牛久グリーンファームへ向かいました、はいはい。でここでは牛久市内で使われるペレットを製造する設備と、はい、そしてバイオディーゼル燃料をより高品質でそして大量に作るための設備というのが導入中でございました。すごいね。でね、はい、写真もあります。こんな感じでね。あ、はいはいはい、はい、こちらがまあグリーンファームさんなんですけど、多分そうだろうね。そうだろうね。大きいねこれ、はい。バイオディーゼル製造という棟の中に入ると、はい、こんな感じであるということなんですけど、あのですね、見学会に参加されましたバイオマス応援隊長の湯山さんが、はい、牛久市のバイオマス産業都市の取り組みは、うん、地に足のついた実践を伴うもので、うん、実践を伴うもので、はい、エネルギーや学校給食の地産地消に貢献するものです。市民の皆さんと関わりが大きい点でも日本の先駆けですと。設備が稼働し始めたらまた伺いたいですとレポートしてくれたというレポートしてくださいまして、はい、隊長見てますかこれね、歌しかもバイオマスの歌なんです。あ、 BGM がそう、わかる。これ私歌えるんだけど、いきます。最初からいきますか、バイ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 、あ、終わっちゃった。最初からにしてくださいよ。またやっちゃう。今コラボ言ってますね。
これ最初セリフなんです。知ってるかいって、僕らバイオマスのことって。でね、その、まあ、山の木、植物、動物、生ゴミ、糞尿、みんなバイオマスと、光合成で生まれてエネルギーは物に変身するよっていう歌なんですけど、バイ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 オマス、バイオマスはマジシャン、引き継ぐ我らの地球のために、光と水がサポーター、 CO2 吸って植物育つ、イエーイ、光合成はオス、間違えた、光合バイオマス、これいいですね。そう、はい、バイオマス2番もあるんだけど、歌ってもいいのかな、はい、バイ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 オマス、バイオマスはドリーマー、輝く我らの牛久のために、科学と社会がサポーター、技術使って資源を作る、イエーイイバイオ、間違えちゃった、わーおー環境スタイル、ゴー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 バイオマス、イエーイ、金3つ出ましたね今。ありがとうございます。いやもう自分のね歌唱力が、いや自信あるんですね。ていうか好きでしょ。でね、すごい楽しい。ですね、歌舞伎堂さん、はいはい、なんですと、工作放棄地をタダで貸してもらえるとな、あどうだっけ、そんな話あったっけ、タダでは貸してもらえないと思いますけど、はい、あと、うん、斉藤さん、うん、いや流れ星のような瞬間移動ではないです。で歌舞伎堂さん、泉谷の BGM だと思ってました。あーはいはいはい、リズムがね、確かに、でもこのリズムはちょっと取りやすいですね。この曲の歌詞を今レポートしてくださった隊長が作ってますから。なるほど、もうこれでもうね、牛久市の子供たちがこのバイオマスの歌を覚えちゃえば、もうバイオマス産業都市の牛久市、はい、もうみんなバイオマス分かっちゃいますから。そうだ、この歌詞に書いてある、歌詞に書いてあります、はい、ということで皆さんぜひですね勉強してくださいと、はい、で一生懸命歌いすぎて小中学校からのお便りをすっぽり忘れてたので、隊長ありがとうございました。で続いてね、小中学校からのお便り参りましょ う、こちらの写真どうぞ、はい、はい、サクッといきましょうね。中根小学校、魔法の布で頑張るぞと、魔法の布って何なんですかね。お昼休み一生懸命鉄棒の練習をする1年生の姿が見られました。逆上がりの練習をしているのですが、腰には魔法の布、日本手拭いが巻かれていたと。なんだなんだ、鉢巻き、わかんない、ちょっとしたアイデアで逆上がりも上達するんだなと感じましたと。逆上がりできない子に手拭いを使うといいってことですかね。あーそっか、なんか背中に巻いてこう、あスカート、スカートでぐるんぐるんよく回ったけど、あれと同じ原理かな。はい続いて、はいはい、じゃん、続いて向こう大小学校です、はいはい、スポーツフェスティバルで交流というね、はい、牛久運動公園でスポーツフェスティバルが行われ、はい、特別支援学級の児童が、うん、他校の児童と交流を深めました。みんなで協力してボール遊びをしたり、ボール運びをしたり、玉入れをしたりしました、うん、みんな元気いっぱいで爽やかに汗を流していましたと、ね、はい、続いても同じようなニュースです。じゃじゃん、はい、こちらですね、同じように特別支援教育スポーツ交流フェスティバルということで、はい、牛久市の総合体育館において、スポーツ交流フェスティバルが行われました。ソフトバレーボール送りやバランスボールリレー、玉入れなど4チームに分かれてミニ運動会を楽しみました。牛久市内の小中学校や特別支援学校の友達と、力を合わせ素敵な交流ができました。楽しかったとか、友達に会えて嬉しかったと目を輝かせて話していましたというね、はい、そんな、ニュースでございました、うん、じゃあ続いてですね、はいはい、最後日立の小学校かな、じゃん、これもはい、こちらですね、何でしょうか、はい、瞳キラキラ初めての実験ということで、3年生がですね、理科が大好きな子どもたち、夏休み前に、うん、主に植物や昆虫の観察を行ってきたんだって、うん、で夏休みが明けてからは、うん、風とゴムの働きという単元でいよいよ初めての実験が始まったと、はい、子どもたちはまず生活体験から予想を立てた、そして車につけた帆に送風機で風を当てて、その風の強弱の違いによって車の進み具合を
調べました。目をキラキラ輝かせて実験に取り組んでいた子どもたちですと。なるほどね、実験したんだ、うん、ということでございました。以上、小中学校からのお便りでした。続いては、はい、大注目の大仏だよ。はい、お帰りなさい。ただいま、うん、はい、明日の明日の夜、ね、うん、全部隠れるのが7時24分頃だ、うん、そろそろ、あら、あと11分だ、10分ぐらいだ。さっき火星人から LINE があったそれ、はい、LINE があった、うん、火星人 LINE するんですか。そう、牛天大仏さんと LINE して連絡取り合ってるし、そう知らなかったよ。ということで、はい、明日の天気でおじゃりますか。はい、明日の天気は、うんうん、曇り、あ、まあね、朝から夜まで曇り、はい、三味的には曇りじゃなかったんだけど、あ、曜日が違ってるのかも。はい、失礼しました。はい、そして、はい、明日の天気は朝から晩まで曇りです。あれ、なんかおかしいことになってるな。そうですね、ちょっと何かおかしいことになってますね。10月9日木曜日の天気です。どうしたんだろう今。はい、はい、最高気温が21度、うん、最低気温が15度、結構、まあ、今頃の高気温なのかな。はい、はい、秋でございます。はい、ウキウキハッピーママ。はい、と、はい、ということで、以上ですね、牛久のお天気お届けしました。これね、コメント来てまして、うん、歌舞伎んどんさんが、今日は泉谷の放送で開きと思っちゃったよ、オープンかって感じか。あと、タカちゃん、うんうん、前に湯山さんが出た時にこのバイオマスの BGM 流れてたね。そう、さすが、さすがですね。バイ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 オマス、バイオマスはマジシャン、輝くあれ、ラララララハミングになりましたか。仕事、はい、いいです、はい、急がないと、はいはいはい、はい、じゃあ続いてのコーナーは、はい、茨城アグリスポーツ協議会の、お知らせの報告コーナーですけど、はい、冒頭でもお伝えした通り、うんうん、日曜日は稲刈り中止だったんですけども、うん、土曜日なんとかこちらは筑波山麓宝鏡山で、うんうんうん、筑波FC レディースユースで、うん、中高生と、はい、あと一般の、ご家族3組、うんうん、総勢15、6名で、うん、棚田で稲刈りをしたので、まあ、その様子をちょっと見ていただければなと思います。はい、なんか言おうと思ったら忘れちゃった。 VTR、 どうぞ。まもなく筑波さんの山麓宝鏡山での稲刈りが始まります。今回はつくば市レディースユースと子どもたちとやります。お米ですけど、もち米をね、今回は作りました。で、まあ、選手の皆さん多分5月に植えてもらった方もいらっしゃるのかと思うんですけど、まあ、立派にね、育ちましたので、今日は収穫をみんなにしてもらう。まあ、いつもは、おだかけというか、はざかけっていうのをね、こう、買って、そこにかけて、いうことをや作業として、去年あたりはやったかもしれないんですけど、今年はちょっとね、もう一歩先の機械を持ってきてますので、買った稲をね、脱穀するっていうことまで、できればやりたいと思ってます。まあ、ちょっとこれは理由があって、はい、明日は台風が来ているので、そうですね、もう今日のうちにですね、買ったものを取り込んでしまいたいということで、機械で刈れるんだけど、まあ、体験ということだから皆さん日頃ね、使わない釜を使って、実際に稲を刈ってもらうということをお願いします。で、実際に釜の使い方なんですけど、まあ、お子さんはお母さんかお父さんに管理してもらうということでお願いします。で、釜は向こうに黄色いカゴがありますので、それをから取ってください。で、必ずお願いしたいのは、持ってった釜分必ず返してください。来年また
あの田植えするときに足切っちゃうとかしたね、置いてきたね。これそれだけは忘れないですよ。で、刈り方に関してなんですけど、今日そこにあの麻紐を用意してありますけども、まあ機械を通す関係がありますから、まあ一束、10束ぐらいかな、紐で縛れるぐらいの株数を縛ってもらって、機械のところまで運んでもらうということでお願いします。で、もし紐が足りない場合は、何束かずつまとめといてもらえれば、うちのスタッフと一緒にあの機械にこう脱穀をして、つぶつぶの状態まで、もみの状態までしたいというふうに思ってますけど、よろしいですかね。実際の刈り方なんですが、釜は、刃先はなるべくというか、非常にね、これ押しても、皆さん歯見てもらうと分かるけど、歯の向きが全部自分の方に向いてるんです。で、これってノコギリ釜ですけど、押しては切れません。なので、引っ張ってもらうっていうことを頭に置いといてもらって、よくこうやって、やるけども、普通のノコギリの刃は、ギザギザの状態をこうやるからこうやるんですけど、これは、引っ張れば切れるということなんで、稲をしっかりと押さえて、引っ張るというところで切れます。で、刃先をなるべく持ち上げないで刃先は下げる、ね、そうしないと自分の手をこう引っかきますから、刃先を下げる形でこう引っ張ってもらうということでお願いします。まあ、実際にちょっとやった方がいいですか。はい、あーめっちゃ早いです。どんどん立っていく。どうぞ。お味の方は。あ、待って待って。どうせ汚れるんだ。いきました。どうですか。おいしい。これ去年ここで採れたもち米です。甘れー。はい。めちゃくちゃうまいですね。チャンミュー TV を見たで2つもらえるおはぎでしょ、はい、あれおはぎ。残念ながらそのお声は魔法の言葉をかけてくる方はいなかったんですけども、なんてでも楽しかったでしょ。バイ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 。まあでもできた稲の稲わらとかは今後はマルチっていうかね、その植えた後にちょっと稲わらをかけることによって、まあ、雑草を生えにくくしたりとか土を乾きにくくする効果があるので、まあ、本当にバイオマスじゃないですけど、その稲わらもまた持ち帰って、つくばい市の今度は畑で使おうと思いますし、まあ、年末は餅つきもしたりといろいろ計画してますので盛りだくさんでございますね、はい、大注目、はい、でね、はいはい、トミーさんや、はいはい、そういえばね、はいはい、今週末からそうだ、ね、10月11日から、はい、あのNBL に参戦している、はいはい、プロバスケットボールチームのあの方からメッセージ届いてます。そうなんですよ、僕がですねいただきました。はい、じゃあ早速、はい、VTR 見ていただきたいと思います、はい、VTR どうぞ。チャミナチャンネルの皆さん、本当に昨シーズンはロボットをいっぱい取り上げていただいて本当にありがとうございます。今シーズンも10月11日から、筑波サイバーラインアリーナにて、開幕戦トヨタさんと1回戦を迎えますので、今シーズンもぜひ応援よろしくお願いします。 Come on and support the Scuba Robots this year at Cappy Arena. Thank you for all that you guys are doing to help us grow our team. ありがとうございます。本当にカピオネの試合見に来てください、よろしくお願いします。 Go Robots! はい、ゴロバーチということでありがとうございます。今週末ね、開幕戦ということで、はい、そうです、つくばサイバーダインアリーナでやりますので、はい、皆さんぜひカピオに台風来てもやれますからね、ね、はい、そう、なんかね、はい、いっぱい、うん、観客の皆さんに集まってもらいたいということで、そうそうそう、 Facebook でね、観客集まりくださいって声掛けしてるんですけども、はい、ぜひチャンミュー TV を通しても私もみんなに行ってほしいなと思いますので、うん、ぜひみんなで、ね、プロバスケットボール応援していきましょう。ゴロバーチ、はい、応援していきましょうということで、はい、あっという間でございましたけれども、はいね、皆さんお待たせしました、はいはい、続いては素敵なゲストさんが登場してくださるということでですね、お待たせしてしまうぜ、アカペラが始まりましてね、すいません、はい、ということで一旦 CM です、どーん、ぽいぽい。
に素敵なゲストさんがただいましてくださいました。お帰りなさい。ご無沙汰しております。じゃあ早速こちらのカメラに向かって自己紹介をよろしくお願いします。はい、はい、本日からですね、チャンミオ TV MC を務めさせていただきます。牛久図書館で働いておりまして小説家をやっております竹吉祐介と申します。よろしくお願いします、はい、お願いします。そうなんです、皆さんにね、はい、ご報告をね、もう長い間ね、お疲れ様でした。本当にね、はい、でもご無沙汰ですよね、本当にね。あの前あの、うん、飲み屋であのすっごい、あもう牛久とか興味ないわーっつってガーって言ってないっす。もう言ってない、早く東京出たいわー、バイオマスとか全然興味ないわーって言った時以来です。言ってない。なるほど、なんていうか、そんなことないです。ブラックチャンミオって、ね、そうですね、もうあのもう巷で有名な、今ちょっと、もう今日紹介しない。それは勘弁してください。はい、ちなみに私はあのバイオマスの歌歌えますけどね、うん、もう私バイ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 オマス、バイオマスは、まあ、はい、ということで今日ですね、作家の竹内さんに登場していただいて、いろいろとですねお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう昨日の芸人さん以上に芸人さんっぽい気がしますけども、ね、ちょっとすごいですよ。いやもうまさか MC の大人になるかと思ってましたけどね。もうやりきった感が若干、いやまだまだあと20分間はい、頑張ります。面白いことを吹っ飛ばしていただきたいと思いますけどもね、竹内さんって言ったら、はい、フレミングスの夏と、はい、そしてそしてこっちもまだまだ売っております。はい、襲名班でございます。いや本当にね、いろいろとまだまだ、はい、まだ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 、ね、そうなんですよ、まあこんな感じですね。はい、レッドアライブも出ております。いろいろとありますけれども、はい、まあ、今回はですね、はい、中でも、はい、こちらの竹内さんの2作品目になるかな、はい、このね、はい、レミングスの夏についてを、はい、いろいろとですねお伺いしていきたいと思います。はい、もうこちらね、はい、皆さん持ってますね。そうですね、もう、はい、もう何でも聞いてもらえればもう本当ですか、落ちまで話しちゃいますからね。もうダメです、はい、ダメです、はい、まあ、こちら ね、 あのねカバーちょっと見てください。この素敵な景色、なんだか懐かしいこの景色は、はい、ちょっとどこだと思います。当てられるかな、トミー。牛久ですか。牛久ではないんですね、残念ながらですね。見てる皆さんが当てられればいいんですけども、はい、正解は、はい、茨城県の取手市をモデルにしております。なんで取手市がモデルなんですか。そうですね、私生まれも育ちも、まあ、生まれも育ちも取手ではあるんですけど、まあ、心はまあ牛久というですね、形で、もう水曜レギュラーバッチリでございますよ。ね、はい、じゃあ生まれ育って砦を舞台に、そうですね、作品を、はい、まあ、一応まあ仮名で、うん、富出っていう町なんですけどね、富出市ですね、富出市、富沢、はい、富出市、はい、富出市なんですけども、はい、で、まあでもね、でもどうしてこのレミングスの夏、はい、書こうと思ったのかっていうのをちょっといろいろ聞いていきたいんですけれども、そうですね、一作目はこちらの襲名班ね、はい、名牛久が舞台のちょっと、はい、あのなんていうかグロテスクというか、驚しいと言いますか、作品でございましたけれども、はい、うん、こちらの作品はそうですね、やっぱ襲名班の方がかなり、うん、まあ、ちょっと血が出たりとかですね、うんうんうん、まあ、ちょっとグロテスクな雰囲気だったんですけど、映画に早くならないといけない作品ですよね。そうですね、はい、北野武監督にやっていただいて、ね、はい、バイオレンスたっぷりで、バイオレンスで、まあ、私もちょっといやちょい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 、はい、あれしてあ、でもその出てもらってる間僕毎日ここにいますので、 ありがとうございます。収録忙しくなりますもんね。いいですか、その時はいた方がいいですよ、収録に。映画の方にもちゃんとですね、はい、ちょっと話しとれましたけれども、まあ今回、はい、トリで舞台で、そうそう、で前作が、うん、はい、まあちょっとかなり、うんうん、グロいよ、バイオレンス、怖いよっていう風にですね、うん、もう親戚一同から言われました。親戚一同から、はい、もう近所の人から、うん、なんでそんなの書くのみたいな。え、でもなんでそんなの書いたんですか。はい、あ、でもなんていうんですかね、前のはやっぱり悲劇があって、うんうんうん、で、うん、そこを乗り越えるっていうことを書きたくて、うんうん、まあ、それは今回のレミングスにも共通しているテーマではあるんですけども、うんうんうん、ちょっとその悲劇の部分があまりちょっとインパクトが強すぎたっていう風な思いがありまして、はい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 、でも今回のレミングスは本当にもう精一杯、少年たちがもう全力で全力で、うん、もう心から必死でこの新天地へ
たどり着こうというですね、うん、思いを込めて、うん、ある一夏の、計画を実行するという、まあ、サスペンス青春ミステリーでございます。やっぱりそのあれですか、タケちゃんにもそういう青春の、はい、ありましたね。本当にね、もう中学時代といえばもうね、うん、あの14歳の頃ですね。もう私吹奏楽部に所属しております。吹奏楽部なんです、はい、私吹奏楽部根っからの文系人間。ちなみに何をやってトロンボーンをやってる。トロンボーン、あれ位置が大変なやつ、ね、結構大変なんですよね。そうそうそう、手の届くかみたいなね。あれはやっぱ肺活量も必要なんですか。かなり言いますね。でも肺活量といったのタケちゃんです。あ、そうなんですか。ね、はい、もう得意です。宿一ぐらい、うんうんうん、すごい。だからあのバイオマスの歌も、あ、そうですね。もう低音の魅力でまああの、はいはい、っていう感じで CD とか出す際には私ぜひやらせていただきたいなっていう風な、バイオマスの歌が、はい、ということで最長竹内さんにお願いします、はい、で、はい、でまあ、青春時代を、ね、うん、自身は吹奏楽部で、はい、青春時代やっていたと。はい、で今、はい、結構中二病って言葉が流行ったり聞きます、うん、中二病、中二病なんか、うん、ちょっとカッコつけたりとか、うんうんうん、そういうなんか一生懸命なものに対して、うんうん、お前それ中二病だよみたいな、うん、すぐちょっと否定にかかっちゃうっていうのに対して、いやいやそんなことはないだろう、うん、中二で何が悪いんだって、うん、あのその頃のカッコつけとか、うんうん、まあそういうのって全部必死なんだ、うん、全力なんだっていうような思いがあって、うん、やっぱり14歳っていうのは独特なものだなっていう風にね、うんうん、ちなみにお二人は14歳の頃は、はい、僕サッカーやってましたね。おー、もう吹奏楽部にとっては敵じゃないですか。いやそうです、敵、はい、敵ですか、はい、サッカー部、野球部、バスケ部はもう、はい、そのモテ3部活に入ってるやつらは吹奏楽部男子にとっては敵です、ね、敵です。いやでも逆に言うと僕らから見たら、はい、その音楽苦手だったんですよ。特に例えば学校コンクールとかで、うん、ピアノ弾ける男子とか超モテます。ああ、僕ピアノ弾けないからモテない。ピアノ弾けません、はい、トロンボーンだけです。トロンボーン男子はダメです。トロンボーン男子はダメですね。トロンボーン男子もいけますよ。イケイケですよ。ねえ、ねえ皆さん、そうですよね、コメント届けますよ。そうですね、はいはい、行きます。歌舞伎堂さんが、はい、ですね、はい、なんと離れした作家さんだと。あの、はい、ちょっと一杯引っ掛けてきたんで、ちょっと一杯どころじゃないっすよ。だいぶです。さすがですよ。いやいや、いや本当にですね、離れされた作家さんでございます。江戸川乱歩賞受賞された作家さんでございます。よろしくお願いします。あのね、私ね、大変なことに気づいた。江戸川乱歩じゃない。それ言っちゃった。それ、後で俺言うから。はい、後で言うから。大丈夫です。大丈夫です。何でもないです。はい。というね、はいはい、何もないですけども、はいはいはい、何もないですけども、はいはいはい、というね、はい、まあ、中学校2年生がテーマになっている、はい、と、うん、うね、いうことです。中学生の、みんながですね、一生懸命、うん、もう、主人公の、あきらくんという少年、うん、それからなぎというその親友、うんうん、そこは他の仲間たち、うん、元、あと女の子のようこ、うん、みと、うん、彼らの大人に対するですね、ひと夏の戦いというテーマになっております。大人に対する戦いなんですね、はい、彼らはとんでもないことを行います。何するんですか。それは言っちゃってもまあ大丈夫かな。彼らは、いや多分ここまでは言ってもいいと思うんですけども、じゃあ言ってください。彼らはなんとですね、市長の娘を誘拐します、うん、あらららら、はい、なんで市長の娘誘拐するんですか。あ、それ言っちゃっていいのかな。それは言わない方がいいと思うので、言わないです、はい、気になる気になる、はい、いろいろだって気になる。だって中学2年、はい、飛ばし携帯、この帯の裏のところにいろいろ書いてあるんですけども、神社の菩提樹、はい、菩提樹、菩提樹、市長の娘、ハサミさん、市長の娘ってなってる、ローデカ、はい、ローケージ、うん、ローケージ、解放プール、うん、白石グループ、ストックホルム症候群、スイカ割り、嫌いな言葉は運命、はい、焼きそばパーティー、親友の決断、全然わかりません、はい、感涙必至の長編ミステリーでございます。はい、これレミングは自殺しないって書いてあって、はい、集団で移動して海や川を渡るんだって、はい、うん、必死で新天地に向かうためにって、これ集団で、はい、もしかして、はい、そういう作品ですか。あ、まあ
レミングスっていうのはですね、ネズミちゃんでしたっけ。そうですね、はい、あのよくあの、うん、ある一定数まで増えると、うんうん、こう海とか川とかにボジャ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 落ちちゃうんですよ。自分から落ちてくんで、うんうん、ずっと集団自殺するっていう風に考えられていたんですけども、うんうん、実はそれはみんなで泳いで新しい場所へ行くぞっていう、はい、捉え方。自殺じゃなかったですか。そうなんです。彼らは必死にそういう風に移動をして、うん、まあ時々溺れ死んじゃうやつもいるけど、うん、新しい、そうなんですか、餌がいっぱいあるところを向かって目指す。彼らはチーム名がレミングスという名前で、うん、一丸となって目指すというですね、もうね、素晴らしい、なんで素晴らしいんだっていうようなですね、はい、っていうことでございます。っていうことをですね、皆さん読まずに、なんかこういろいろあのツイッターとかに書いてもらえればっていうふうに思いますからね、はいはい、でも、はい、でもあれですよ、今の季節は読書の秋ですからね。そうですよ、はい、読書の秋ですので、はい、皆さんぜひですね、はい、もう読んだ方もまだ読んでない方も、はい、こちらのね、たけちゃんの作品、はい、レミングスの夏を読んでいただきたいなと思いますけど、そんなたけちゃんが、はい、おすすめの、はい、ご本があると。任せてください。もういろいろ。いうことなんですけど、こっちですか？襲名班ですか？あ、こっちはね、もうあのおすすめなんですけども、はい、まあ、15歳以上の方限定という形ですね。そうですね。あ、15ですか？あ、でもレミングスは本当にもう中学生から読んでほしい、うんうん。むしろ中学生の方に、うんうん、読んでもらえれば、作家として本当にすごく嬉しいなっていうふうに思います。うん、私中学生みたいなんで、もうまさに今日から、はい、あ、もうぜひ読書週間、はい、読書週間始めますので、はい、読書感想文も、あ、じゃあぜひ、はい。2枚、うん、まあ、800字ぐらい。2枚っつったらあれですね、はい、1枚とちょっと1行ぐらい2枚にですよ。ちゃんときっちり2枚でお願いします、はい、それはあのちゃんと毎日ここで読むっていう形でお願いしますね、うん、はい、任せてください。はい、ということで、はい、でいろいろですね、おすすめを持ってきました。ですね、まず、うんうん、じゃんじゃがじゃーん、はい、1つ目が、おいくつかあるんですね。星の民のクリスマスっていうですね、はい、これ、まあ、昨年で終わっちゃった、うん、あの新潮ファンタジー大賞っていうのが、はい、ファンタジーノベル大賞っていうのがありまして、はい、こちらの作者の小枝夏樹さんっていうのが、はい、私の大学の同級生だったんですけど、はい、同級生なんですね。偶然なんですけど、で読んでみたらですね、はい、素晴らしい、お前やるなみたいな、ふざけんなよこの野郎っていう感じですね。というね、はい、作品であったので、はい、この秋、はい、ファンタジーなんですけども、うん、だけど、はい、ファンタジーの世界と、うん、その現実の世界っていうものが、うん、もう全くその同列にこう語られているっていう、うんうんうん、でだからもうこの人はもう絶対そのちょっと自信を持って小説界で生き残っていくんだな、うん、こういう人が生き残っていくんだな、それに比べて俺はって思って3日ぐらいちょっと落ち込んだりもしたんですけども、うん、大丈夫です。タケちゃんは大丈夫です。でもこれから背負って立っていただかないといかんです。でも本当に、うん、本当にいい本なんで、うんうん、これはもうぜひおすすめです。レミングスと合わせてお願いいたします。セットで買うとなおお得です、はい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。まだある。はい、あとはですね、こっちですかね、ひょっとして。あ、そっちもありますね。こちらじゃないですか、はい、おすすめの本。はい、デッドアライブ、はい、こちらですね、うん、今をときめくですね、うん、はい、薬丸岳さん、刑事の眼差し、椎名桔平さんでドラマ化されましたね、はい、今あと神の子がバーンとこう来ておりますね。他にもそうそうたるですね、うん、はい、乱歩書作家の皆さんが、はい、そんな中に私もちょっと参加させていただいているんですけど、ね、書き下ろし、はい、非常に面白い、あの作品になっております、うん、こちらですね、2013年9月7日12時に、うん、全部の小説のキャラクターがですね、うん、帝国ホテル、乱歩賞の授賞式が行われる場所です、はいはい、そこにいるというですね、うん、制約がある中のアンソロジーになっておりまして、はい、それ超面白いですね。面白いんですよ。で今回の私のはですね、うんうん、ちょっと襲名班とガラッと変えまして、うんうんうん、かなりあのダメなおじさんが主人公ですが、はい、これがかなり受けが良くてですね、うん、はい、むしろ襲名犯より面白いっていう意見がねいっぱいあって、はい、ちょっと自分としては悲しいんですけど、そんなことないです、はい、ちなみにこれ文庫版も、乱歩賞60周年記念としてもう発売しておりますので、うん、文庫版も合わせて、ついでにレミングスも一緒に買っていただけると、はい、セットで買うと
なお得です。はい、よろしくお願いいたします。そしてそしてまだ出てくる。ですね、まだ出てくる。あと2冊。サイダーハウスルールというですね、こちら上巻なんですけども、ジョン・アービングというアメリカの作家さんが書いたものでですね、これがもう私にとって人生の教科書と言っていい。バイブルですか、はい、もう何回読み返したか分かりません。はい、もう人間って、はい、もう何歳になっても迷ってもいいんだよ、悩んでもいいんだよっていう愛のある、あの作家の目線がある、はい、でこれ映画にもなってまして、はい、で映画もまたすごくいいんで、だけどまあちょっと原作とは違うんで、映画も両方、そうですね、両方味わえるといったような感じですね。鑑賞していただいて、はい、そしてもう一つは星の王子様ですね、サンテグジュペリ、はい、私大好きでして、もうですねこの、どこの部分ですか、39ページをですね、39ページを皆さんお開きください、はい、集英社文庫版の、はい、新訳の39ページですね、はいはい、これのですね、もしも誰かが何百万もの星の中のたった一つの星に咲く花を愛していたら、はい、その人は星空を見るだけで幸せになれる、自分に向かってこう言える、僕の花がどこかにある、もし羊が花を食べてしまったら、あ、これなんかダメかな、それはその人にとって全部の星がいきなり消えてしまうことなんだ、それが大事じゃないっていうのっていうですね、このセリフがですね、もう私もう大好きです、ちょっと泣きそうになるぐらい好きっていう、いいですね、サンテグジュペリーいいですよね、はい、もう本当にね、ぜひぜひこちらも、はい、レミングスと合わせてですね、もうお買い求めいただけるかな、泣き泣きでもう、もう形で、締めは締めは襲名班でちょっとダークな気持ちに、それで素敵な秋をお過ごしくださいということでございますね、はい、いやーこれはね皆さんも秋どんな本をチョイスすればいいのかっていうのですね、はい、もう分かったんじゃないですか、はいはい、ということでぜひぜひね、はい、たけちゃんおすすめの一冊を、はい、一冊じゃなかったですけど、はい、ね、いっぱいありましたけども、はい、読んでみてください、はい、図書館で、借りられますし、まあただレミングスは買ってもらった方が私としては、うん、そうですね、買っていただいた方がなお良いです、うん、はい、ということでございます、はい、でですね、はい、今図書館のお話出ましたけども、はい、今後の告知、今後の告知というか、はい、図書館さんの、はい、図書館さんの告知をちょっとお伺いしたいんですけども、はいはいはい、でですね、今ですね、はいはい、あの返却日を守ろう川柳キャンペーンというのを、ね、こちらでございますね、はい、返却日を守ろう、行きます、どうだったな、これですね、これですね、はいはいはい、はい、あの中央図書館の方で配布している応募用紙がありまして、うん、はい、そちらにですね、もう返却日を守ろうというですね、その思いの丈をですね、皆さん五七五にぶつけていただいてですね、多少もう字余りだろうがもう何だろうがもう、はい、よろしいのでですね、私前回決めたんですよ、お、何ですか、ちゃんみよも返そうと思うよ本たちよまあオッケー、でした、今思い浮かばなかった、でもね、なんか先週いいニュース読んだ時にいいのをね思い浮かんだんです、まあ、でも今そういう風に悪い例を出していただくこのちゃんみよの優しさっていうものをですね、本当にですね、そうなんです、はい、あえてね、じゃみんなが出しやすいようにあれしましたけど、意外にそれ置いたら大賞とか取るかもしれないです、そこれ大賞取ったらあ、できたできた、うん、大賞取ったらもう図書館の方でこう、はい、掲載していただけるんですか、はい、はい、どうぞ、はい、忘れたよ僕の思い出本の中、いいじゃないですか素晴らしいじゃないですか、ただ若干返却日も書けないですよ、返却日を忘れてしまった方ですよね、そうですね、はい、忘れるな、あとなんか切ないですよね、どんな思い出忘れちゃったんだっていう感じ、本の中にね、はい、はい、コメントも届いておりますよ、あ、ちょっと待って、次回作、ちゃんみよと牛久のカッパたちでお願いします、いいですね、それやりたいですね、はい、もう、あ、じゃあ、ちゃんたけと牛久のカッパたちっていう形、ちゃんみよがカッパになればいいですか、そうですね、はい、じゃあ、ちゃんたけと牛久のちゃんみよたちっていう形ですね、いいです、色とりどりのカツラで面白いですね、ですね、それで、あの、ぜひぜひ採用していただきたいと思いますけど、はい、皆さんぜひ返却日を守ろうの線にですね、はい、送ってくださいということでございます、はいはい、まだ時間あります、ね、まだありますよ、実はですね、まだまだあります、もうちょっとウキウキハッピーな出来事がありまして、はい、何ですか何ですか、今回ですね、私やっぱね、努力してればいいことがあるんだなっていう新タイトルを獲得しまして、何ですか新タイトル、乱歩書に続く新タイトルなんですけども、
何ですか？これがですね、あの企画書なんですけども、はい、大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。あの電話番号隠してありますんで、はい、江戸川散歩賞受賞っていう風に書いてあるんですよ。もうよかった、俺毎日江戸川区散歩しててよかったみたいな。江戸川散歩賞だからの江戸川散歩賞だ。加山雄三とか後を飼いみたいなポジションにして俺行ったことないよ江戸川区って。竹散歩、今後じゃあちょっとやっていただいて、はい、江戸川区で、はい、もうよかったな、よかったです。ずっと撮りたかったんだ江戸川散歩賞って思いまして。これを書いたのは誰ですか？誰ですか？それはチャンミオではなく、はい、横山さんです。はい、はい、うちの横山が、はい、江戸川散歩賞、はい、もうちょっとあえて今日のために突っ込まずにここまで来た回がありました。あ、はい、全然気づかなかった。私こう江戸川散歩賞ずっと載せてましたからね。あと横山さんメールであのこうしたいと思いますが、こう痛いと思いますとかです、ね、遺体があの亡くなった人の遺体でなんかちょっとアミニーな気持ちになるっていう。なんか俺怖がられてるのかなみたいな感じですけど、いつもそんな間違いを必ずしない人なんですけどね。絶対にしない人なんですね。でもこの後ですね、反省会であのチャンミヤが横山さんを土下座させるっていう、ね、はい、土下座させて、前もあの土下座させながらこうジョッキでビール飲みながら、ないです、早く牛久出たいわって言ってないです。もうその時はあの黒い面をこうビシッとくるんですね。いいです、その時はその時で、あっという間にこんな時間になっちゃった。はい、そんなタケちゃん、はい、今後どうしていきたいんですか？そうですね、江戸川散歩賞の次は江戸川、うん、もうあの散歩賞系はもういいかなって思うんで、はい、もうでも次こそ本屋大賞であったり直木賞であったりですね、うん、大きな賞、あのまさかね、横溝賞最近、うん、そうですよ、はい、まさか出身の私の同級生です。あ、そうなんですか。小学校、中学校、高校一緒なんですよ。そうなんですか。だって翔くん横溝賞、乱歩賞が同じ地区ってすごいって思うんで、うん、そう、すごいですね。そうだ、今度対談しましょう。あ、ぜひ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 、はい、連絡します。あ、はい、チャメ TV 出てくれるっていう、もう あれはあるので。あ、じゃあもうその時は私、はい、いいですね、めちゃくちゃ先輩方出して、はい、お願いします。楽しみにしてますので、はい、ちょっと若いのは潰しておかないといけないと思いますんで、はい、潰していただきたいと思います、はい、すごいですね。でも本当お会いして話したいと思うので、うんうん、セッティングします。今本当牛久来てるなっていうのも、来てますよ、はい、来てます、来てます、はい、来てます、来てます、はい、懐かしいですね。分かる人いるかな。年齢バレちゃいますよ。はい、ということで、なんかちゃんとしたまとまった番組になりました。まとまりましたとか言ってね。はい、ということでですね、最後チャンミュー TV の紹介じゃない、提供紹介して、エンディングとさせていただきます。ドン。チャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、牛久駅前活発化実行委員会様の提供でお届けしました。はい、じゃあ明日からちゃんたけ TV 始まるよ。はい、ということでですね、はい、いやもうちゃんだけさんにはいやもうそれは今家家って言うからやっただけで、僕が滑ったわけじゃないですからね。ご協力はい、ということで、はい、あっという間でございましたが、はい、またぜひぜひね、はい、あの水曜日のレギュラーになっていただいたということで、はい、来週からですね、登場していただきたいと思います。はい、では皆さん、遊びに来てください。はい、遊びに来てください。ではでは、また明日も見てくださいね。はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。